福島です。どうぞよろしくお願いします。お二人の話を受けながらなんですけれども、まあ、私はもう少し実践者っぽい話になるのかもしれないな、あるいはもうちょっとこう行政のサイドから見たっていうか、行政をどうするのかっていうところにこう問題意識を当てたお話になると思います。で、まずですね、新しい公共ですけれども、その新しい古いという前に、公共とはそもそも何なのかということを考えたときに、私は公共というのは市民の公共しかないということをきちっとまず前提にしなければいけないだろうと思っています。つまり、官の公共とか政治家の公共なんていうものは存在したらいけない。そんなものはあってたまるかということをちゃんとまず前提にしたいなと思っています。でつまり公共というのは大きく捉えれば社会のことだと思うんですね。で私たちのこの社会は私たち市民の社会なんであって、役所の社会であったり政治家の社会であるわけはないです。だからこの社会は私たち市民の社会だ、公共というものは市民の公共なんだ、全部がということだと思うんですね。でじゃあ政府とか行政って何だというと、私たち市民が私たち市民の公共を作っていく上で使う道具なんだ、公共を作るために私たちが使う一つの道具なんだ、だからなくてもいいということではない、ちゃんと使える道具でなければいけないけれども道具にしか過ぎないということを踏まえておく必要があるのではないか。だから新しい公共というのは市民の公共そのものだ。で本来の市民の公共を何で新しいって言わないといけないのかというと、市民の公共のはずの公共が本来の市民の公共に今までなっていなかったから、本来の市民の公共を新しいと呼ばなければいけない現実があるのだというふうに私は思っています。ですから協議の新しい公共ということは野辺先生お話しされて、それはその通りだと思うんですが、私が新しい公共というときはむしろ公義の広い新しい公共、つまり公共のあり方を丸ごと変える、その先ほどのトライアングル全体を新しくするというのを新しい公共だというふうに私は公義の新しい公共の方でお話をしたいと思っています。でその時に私もトライアングルを使いたいと思うんですが、森本先生のようにベストオフの理論をきちっと踏まえてそれを展開するというよりはトライアングルだけをお借りしてですね、これとっても説明に使いやすいものですから、私はベストオフ の文献そのものを読んだことはないんですが、PPP のトライアングル、森本先生 のトライアングルを見てトライアングルだけをこうちょっと使わせていただいて話をします。で ちょっと出るね。これが一番ちょっとケバケバしいですけど、ちょっと赤が一番出るみたいですけど、ちょっとケバしいですけど、赤で使われます。で、すみません、私ね120度回転させてもらって地域を一番上にします。別に意味はないんですが、政府が一番上に来るのが気に入らないって言われて意味はないんですが、120度回転させて地域、それから、どっちかでこっちが市場で政府で、先ほどの補助線でさらに私は簡単にして丸じゃなくてただ補助線で逆三角形の形にしちゃうんですけども、先ほどありましたように、非公式と公式で、ここが政府と非政府で、こっちが、ここが営利と、
まあ、これはもう先ほどの先生のとおりですね。で、ここをトライアングルの市民の社会のど真ん中にここをきちっと育てなければいけないというのも、先ほども根本先生の話に付け加えることはありません。ここをまずきちっと日本社会の中で育てていこうということがまずあると思うんですね。でそれを踏まえてここも含めた、つまり非営利で非政府でかつ公式のここの領域あるいはここの主体も含めてその地域を強くしていこうということで地域を変えていかなければいけない。それから市場も変えていかなければいけないっていうのを実は政府の円卓会議、新しい公共円卓会議の中ではそちらの専門家の方、企業の人たちも委員の中にかなりおられて市場を変えるという議論を一生懸命しました。これは私の専門ではないしここではちょっとあまり触れませんけれども、要するに企業がちゃんと社会的責任を果たす市場にしよう。社会的責任を果たすというのは別に企業が企業が社会貢献活動でボランティア活動をやるとか環境分野に寄付をするとかそういうことももちろんいいんですけれども、企業が社会的責任を果たすという基本は企業の本体活動でちゃんと社会に有益なサービスやものを提供する結果として利潤を上げていく、そういう企業活動が中心になるような市場にしないといけないのではないかという議論です。だからその一方で今はこう投機的に莫大にお金を投入して莫大な利益を上げてまた次の投機先を探すみたいなことが中心に少しなりすぎているのではないか。だからちゃんと企業がその市場の中で長期間活動する、長期間活動するというのは社会的に意味のあるものを提供した結果利潤を上げていくということだという議論です。でそういう市場にしないといけない、変えないといけない。そのためにはやはり投資の市場、資本市場も変えないといけないという議論も随分あります。つまりその市場ですから当然経済的リターンを求めて投資するのは当たり前なんですが、それだけではなくて企業の社会的価値とか社会的な存在の意義とか社会的評価、そういうものをもう基準にして投資をしていくようなまた市場にしなければいけない。日本はその辺が非常に弱いという指摘が専門家から全部あったんですね。これ特に公的年金の資金などの投資先としてそういう社会的な意味を持つところにちゃんと投資をするっていう仕組みが日本は欧米に比べると極端に弱いという議論があります。そのことも含めて市場を変えていく、それから政府を変えていく。政府を変えていくというのは要するにちゃんと主権者である市民の国民の意思に基づいて動く政府にしないといけないということに尽きるとですね。ちゃんと主権者である市民の意思に基づいて動く政府にしていく。で新しい公共という議論をするときに政府の権力機構である政府を変えるという議論は出てこないことが割と多いんですけれども、そのパートナーシップあるいは共同というようなことが強調されて新しい公共の議論の中では政府とあるいは行政と対等なパートナーとしての市民みたいなのが強調されるんですが、市民は対等なパートナーであると同時にあるいはその前に主権者として行政の主人だ、政府の主人なんだ。決して市民と行政は対等な関係ではありません。主人と下辺の上下の関係です。もちろん市民が上ですよ、主人ですよ、行政は下辺なんですよ。そのことをきちっと踏まえないと政府を変えるということにはなりません。対等なパートナー市民ばっかり強調されてもそれは違うだろうということなんですね。だから市民は両方の立場だということですけれども、主権者としての市民の意思に基づく政府にする、市民の政府にする。